おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。お弁当作るよ。トマト、ミニトマトは横半分に切って、赤と黄色を合体させる。これさ、黄色いミニトマトもあるけど、たまにね、あの紫みたいなのも見かけるのよね。最近見ないけどそしたらね、かいわれのハム巻き、もうさ、花束をくるむ感じでくるっとすればね、あの詰めやすいしね、いい隙間埋めおかずにもなるよ。で、巻き終わりは爪楊枝で留めといて、詰めるときに外せばよかからね。でね、これフランクフルトに切り込みね、先週の金曜日か病院帰りにね、業務スーパーに寄ったらね、あったから買ってたで、ささみは包丁の背で叩くよ。あの私はさ、ささみで作ってるけど、胸肉とかもも肉で作ってもうまいからね、もう冷蔵庫にあるもので作ればいいの。ね、裏表トン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 って叩くよ。そしたらね、食べやすい大きさに切るよ。もしさ、うちは半分に切ってる。あのどうせほら、火が入ればちょっと縮むからね、ちょうど良くなるのよ。そしてバッター液と揚げ衣の分量が消えちゃったまあでもね、またね、後ろの方と概要欄にも書いてるから、まあ良いってまあいっかね。もうこれもさ、簡単で美味しいからね。そしたらさ、このシソじゃないや、ゆかりとさ、パン粉もよかふに混ぜとくよ。そしてね、このバッター液の方もよーく混ぜとく。混ぜとくじゃないや、混ぜる。でね、私の嫌いな衣漬け。私の嫌いなって、嫌いなのよね、衣漬けって。めんどくさいんだもん。ほんとさ、めんどくさい。もう衣がさ、あの、床に落ちたりすれば、もう、嫌よね。だから私ね、衣漬けスタートとかね、よく掃除機をかけ直すの。で、卵焼きの準備ね。今日はね、久しぶりかな、なめたけやっとね、忘れずに買えたからすぐ忘れるからさ、なめたけとネギにしたんだね。このなめたけとネギもめっちゃ美味しいよね。で、私さ、今日目覚ましで起きて、目覚ましが鳴るっていうことは平日なんだけど、起きた瞬間、あれ今日何曜日、何曜日、え、休み、え、今日土曜日、日曜日、どっち、何って思ってね、一時頭がね、なんかおかしくなってた。頭がおかしくって、ちょっとね、おかしくなってたよ。で、よくよく考えたら、目覚ましが鳴るっていうことは平日よねって思ってさ、外に、今日何曜日って聞いてね、火曜日って教えてもらったもうね、ほんとあれは多分ね、こう寝起き目覚ましで起きてね、何曜日なんだって焦っただけだと思うそして今日はね、うちはね、息子の家庭訪問です。いつだったかな、コロナになってからさ、家庭訪問もなくて、まあ、あったとしても玄関先で5分ぐらいだったのよね。それまでは家庭訪問って言えば先生たちは家に上がってきようやったけど、今年はどうなるんだろうな。先生上がってくるのかな、どうなんだろう。まあ別にさ、あの上がってきてもうちそんなとっちらかることはまずないから、あのね、別に几帳面ちゅうわけじゃないけど、私がね、こう散らかってるのはね、落ち着かないからさ、いつ誰が来てもいいんだけどもいつ誰が来てもお家の中に入ってもいいんだけども、できれば私ね、
家族以外の人がお家に入るのはね苦手です。そういうところがあるのなんか苦手です。そしてね、悪い癖でね、よくね、その、ま、たまにさ、工事とかが入ればさ、知らない人がお家に入るでしょう。そしたらね、もうこれ癖だから仕方がないけどね、その工事の人たちが帰った後ね、床を拭いてしまう癖があるの。拭かないと落ち着かないんだもん。じゃあら、卵焼きも出来上がって、今はね、これ、冷凍ポテトね、冷凍じゃなくてもさ、じゃがいもをレンチンしてから焼いてもいいけど、めんどくさいから私は冷凍を使う。威張って言うけど。これさ、油で揚げなくてもね、焼くだけで十分うまい。でね、このポテトの味付けは、黒瀬スパイスで味付けした。クロセスパイスで味付けしてもうまいのよね。これでもポテトもできた。できたっていうか焼いたっていうか。で、冷凍ほうれん草ね。もうザバッと全部入れちゃった。んで、コーン。これはね、炒めるよ。冷凍の時にはさ、すごく傘が多く見えるけど、火が入ればしなーっとするからね。ねえ、しなーっとなるもんね、ほんと。で、これはもう味付けはいつもの塩コショウと味の素。で、炒め合わせて、これでね、娘の好きな、ほうれん草とコーン炒めの出来上がりね。でね、しそカツを揚げるよ。これさ、昨日夕ご飯が揚げ物だったから、鍋を冷ましてからね、ろ過をしないとって思って、鍋ごと置いてたから、それごと使った。で、これはね、180度で2分揚げたらもうカラッと美味しいの、これ。これでね、しそカツもできた。めちゃくちゃ美味しいから試してみて。で、詰めるよ。グリーンレタスで仕切って、しそカツはね、立てかける感じで詰めるよ。でね、娘の方はほら、ちょっと小さめね、女の子だから。トトの方はでかいまま入れたけど。で、卵焼きはさ、底揚げをして断面が見えるように詰める。でさ、色かぶりをしないようにね、このしそカツの隣に詰めた。で、フランクフルトね、茶色が重なったらさ、もう真っ茶色に見えちゃうからね、ちょっと少しでもね、色かぶりしないように。そしたらカップを敷いて、ここにね、ほうれん草とコーン炒めを詰めるよ。でさ、カップが真ん中に寄ってる時に後からキュッキュッキュッってね、寄せればよかからね。で、これなんだ、貝割れのハム巻きを詰めて、そしたらね、この少しの隙間にポテトを詰めるよ。で、トトの方はね、海苔わさびふりかけ、トトが一番好きなやつ。で、娘の方は磯かのりふりかけ、これも美味しいよね。そしたら2色ミニトマトをね、置く場所ないからここに置いちゃった。これで今日のお弁当の出来上がり。今日はね、しそカツとかのお弁当でした。材料と分量、これね、また概要欄にも書いとくね。
最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。